井上聡くん。日本共産党の井上聡です、えー。自衛隊の相場の演習場でのマハ撃砲による砲弾による実弾場外被害について私からもお聞きいたします。まあ人的被害がなかったのは奇跡のような事態でありました。十七日の地元の説明会でも十五年の民家への実弾被害に続く重大事態であって、まあ当時の覚衛学を守られてないという厳しい批判の声がありました。 で陸上幕僚長が15日の会見で、人的ミスが有力な要因だとしました、何か個人的ミスかのようなにも聞こえるわけでありますが、果たしてそうなのか、これ、第37普通科連隊の訓練中の事件でありますが、会見では、射撃係、安全管理者、観測者などが挙げられておりますが、今回の事態について、直接どういう任務の隊員がそれぞれ何人関わっていたのか、明らかにしていただきたい。 岩屋防衛大臣、はいえー、81ミリ迫撃砲による射撃訓練におきましては、通常、お迫撃砲一門につき、えー、砲手や弾薬手などからなる4人1組により、射撃を実施するとともに、安全を管理する隊員、車上内への立ち入りを警戒する隊員、射撃を観測する隊員等を置くこととおされております。 今般もそういう体制で行われたものと思いますが、あの詳細はです、ね、先ほど申し上げた、中部方面総監部で立ち上げた調査委員会が今、あの調査中でございます井上聡君。つまり、かなりの数が関わっているわけですねで、会見によりますと、所言が間違っていて、発射の向きが22.5度もずれていた。それから その最初の2発の着弾を,かを確認できないのに3発目を撃ったと、でその時点で、法の向きが誤っていることに気づいたのに、3発の着弾を確認せずに4発目以降を撃ったとで、警察から連絡があるまで気が付かずに、訓練中止は通報を受けて27分後になったと、あってはならないことがです、ね、幾重にも重なってるんですねあの、なんか人的ミスではなくて、私は組織的な問題があると、こう思います。 あのなぜこういうことになったのか、原因究明と再発防止策を徹底する、そして当然、高島氏がです、ねえー、認めないうちに実在演習を再開しないことは当然でありますが、地元の住民の方からはです、ね、もうこの演習場は狭すぎると、そもそもこの実在演習などは無理だと、もう今後やめるべきだという声も出ておりますけれども、こういう声にも応えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。岩屋防衛大臣 あのー、今般、ですね、この事案を受けまして、あの市長さんのお申し入れを受ける形で、えー、演習場での実弾射撃を当面、注視をすることとさせていただきました、あのー、しっかりとですね、調査結果をご報告をし、また被害者の方にしっかりと事後の対応を行って、 あの信頼を回復し、ですね、えー、まあ今の演習場はあの防衛省、自衛隊にとっても極めて重要な演習場でございますので、ご理解をいただいた上えで,です、ね、また演習場としてあの使用させていただきたいというふうに考えております井上智君。あの地元の皆さんもです、ね、演習場そのものをなくせと言っているわけじゃないですね、実弾演習はもうやめてほしいと。 そもそもこの核撃法の射程と比べて狭すぎるんだということを言ってるわけですよ。本当にあの、命に関わる問題でありますから、正面から受け止めていただきたいと思います。え続いてですね、えー、辺野古の問題でお聞きいたします。沖縄地事選挙での玉城知事の当選など、オール沖縄の三連勝で、辺野古の基地反対という明確な県民の審判が下りました。総理はですね、選挙結果を真摯に受け止めると言って、 選挙後の玉城知事との面談でも県民に寄り添うと言いました、まあ、にもかかわらず、えー、沖縄防衛局が行政福祉審査法に基づいて、同じ内閣である国土交通省大臣に対して、まあ、県が行った埋め立て承認撤回の効力停止の決定をしたわけですね、そして工事が再開された、えー、この自作自演にです、ね、県民の一層の怒りが広がっております。 まあ大臣も知事と面会をされたわけでありますが、まあ、集中教育機関を沖縄県と設定しながら工事を進めております。沖縄県民の民意は無視するのかと、こういう県民の怒りの声、大臣、どう受け止めていらっしゃるでしょうか。岩防衛大臣選挙結果につきましては、ですねやはりあの、まず真摯に受け止めなければいけないというふうに思っております。えー、その上でですね やはりこの問題の原点はあの、ある意味世界で一番危険だとも言われている普天間飛行場の危険性を一日も早く除去すると、最終的には全面返還を果たすということでございますので、そこへ向かって、ですねあの、私ども一歩ずつ前進をさせてあのいただきたいと。最終的に、 えー、そのことがあ沖縄の負担軽減を図るということにつながっていくと、まあ、こういう考え方であの進めさせていただきたいというふうに思っております井上聡君。真摯に受け止めというならば、この審判を受け止めて、ですね福島天間は即時、えー、無条件の撤去を求めると、今、この間、デーニー知事がアメリカに行きましたけれども、これ、本来、政府がやるべきことだということを強く申し上げたいと思うんですね。 今回のこの行政福祉審査制度による申し立てについて、行政研究者104人が連名で、これは政府による制度の乱用だと厳しい批判の声明を出しました、総務省に来ていただいておりますが、なぜ裁判以外にこういう制度が作られたのか、行政法の解説書では、裁判手続きであると時間的、経済的コストがかかると。 加害者は国家公共団体なのであるから、被害者たる私人の簡易迅速な救済制度、手続きを設けておく必要性があるとして設けられたとしております。これが行政福祉審査法による国民の権利救済、権利利益救済のための簡易迅速な制度なわけですね。2014年にこの法律を改正した際に、7条2項で、国が一般の私人事業者には立ち得ないような立場、すなわち、 固有のの資格ににおいて処分の相手方になる場合にはこの法律の適用除外というふうにいたしました、こういうふうに改正をした理由はどうでしょうか。吉川審議官、はい、お答え申し上げます、えっと、平成26年に改正される前の旧行政服審査法では、行政機関総合間における処分についての適用関係について、明文の規定を置いて,おいていませんでした。しかしか行政機関が 一般の指示には事業者と同様の立場で処分の相手方となった場合には、不服申し立てをできる一方、一般の指示には事業者が立ち得ないような立場である固有の資格において処分の相手方になる場合には、不服申し立てをすることができないと解されておりました。ご指摘いただきました行政不服審査法第7条第2項でございますが、この9法の考え方を前提に、平成5年に制定された行政手続法において、 国の機関が固有の資格において受けた処分を明文で適用除外とした経緯も踏まえまして、行政福審査法上も適用関係を明確にする観点から、確認的に規定したものでございます井上聡君。先ほど、なぜこういう救済制度が作られたのかと申し上げましたけど、つまりこの固有資格っていうのは、ですね時間的経済的コストのかからない簡易迅速な休息が必要な詩人と、 国や行政機関が同一できるかどうか、これを区別するための概念なわけですね。では、この辺野古の埋め立てはどうなのかと、えー、効力停止の決定を出した国交省にも期待しておりますが、こういう水面埋め立て法は、個人には埋め立ての免許、国には埋め立ての承認を与えるとしております。まあ、承認の場合は基本的に都道府県の監督を受けないと承知しておりますが、具体的に この免許と承認では何が違うのか、主なものを示していただきたい、そしてなぜこういう作用を置いたのか、その理由もお願いします。林水管理国土保全局次長。お答え申し上げます。えー、委員ご指摘の雇用数名埋め立て法上の、えー、免許と承認の違いについてでございますが、えー、国による、国に対する承認につき,つきましては、 い有水面埋め立て法の32条で関連する規定の順用をしておりますあ、失礼しました、42条で順用させていただいておりまして、主なもので言いますと、免許には適用されておりますけれども、承認には順用がされていない規定、例えば第22条に規定をしております、工事が竣工した際の都道府県知事による竣工認可に関します規定。 あるいは32条に規定をしております、埋め立て免許を受けた方が法令違反等を犯した場合の都道府県知事による免許取り消しですとか、現状回復命令を行うことができる規定、こうした監督に関する規定は埋め立ての承認には順用されておりません。この際につきましてですが、これらの埋め立て承認に順用されていない規定につきましては、通、まあ、れ国が埋め立てを行う場合には、あえて適用する必要がないと。 いうふうふに考えらられたからだと返しております井上聡君まあ次は、ですねそういう、まあ、法令違反などをしないという前提で、ですね、えー、免許のようなときの都道府県の監督がないわけです、今ありました取り消し命令とか、原状回復命令は承認の場合はありません、から工事竣工の際には免許は認可ですけれども、承認は通知のみになっている、つまりですね国が免許でなく承認を受けているということは、 都道府県の監督を受けないなどの特別な法的地位を与えられているわけですね。これ、一般自然では立ち得ない固有の資格なんです。で、追加して防衛大臣をお聞きしますけどね、今回のこの辺野古の埋め立ては、米軍基地の建設のために、日米地位協定に基づく米軍の提供水域内の固有水面の埋め立てをするわけですね。こういう埋め立てをできる者が国以外にいるでしょうか、いるんなら明示をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 岩井防衛大臣あの今般、沖縄防衛局があ受けたあ埋め立て承認の撤回処分はですね、あの一般私人たる事業者が埋め立ての免許につき撤回処分を受けるのと同様に、 埋め立てを行うことができる法的地位を失うもので、えー、ございますので、えー、一般市人が権利、利益を害された場合と同様であの、従って行政不服審査法に基づいて、えー、審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるというふうに私ども考えているところでございます井上聡君。あの次の質問のお答えになるんですけどね、私は聞いたのは、今回の辺野古の埋め立ては、 普通の埋め立てじゃないんですよ。米軍基地のための埋め立て。そのために日米地域協定に基づく米軍への提供水域内の埋め立てをすると。こういう米軍基地を建設のための埋め立てをすることができるのが国以外にいますかと。一般市人ができますかということを聞いているんです。 西田整備計画局長繰り返しになりますけれどもあの、行政不服審査法は、不服申し立てができる対象を一般指示には限定をしていないところでございますで、えー。国あるいは地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも、申し立てを行うことが認められているということでございます井上し君。ちゃんと答えてくださいよ。米軍基地を作るための埋め立てが国以外にできますかと聞いてるんです。今、全然違う答弁です。 西田整備計画局長お答え申し上げますあのお。先ほど申し上げたように、えー、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも、審査請求等が認められているということでございます。で 沖縄防衛局、事業者としての沖縄防衛局が受けました埋め立て承認の撤回処分というのは、これ、一般市民たる事業者が埋め立ての免許について撤回処分を受けるのと同様に、法的地位を失うと、あるいは一般市民が権利、利益を害された場合と同様ということで、私どもとして審査請求を申し出ている資格があると考えているということであります。側近を止めてください。 えー、西田はい井上聡君どっちですかでははい西田整備計画部長ご対応申し上げます、えー、ご指摘のお代替施設の建設事業これにつきましては米側との協議調整等を踏まえて。 行っていいるものでございますこれにつきましては、沖縄防衛局が事業者として埋め立てを行っているということでございまして、これに対する埋め立て承認の撤回処分というのは、一般指示である事業者が撤回処分を受けるのと同様に、法的地位を失うものであるということでございますので、私どもとしては行政不服審査法に基づきまして、審査庁である国土交通大臣に審査請求等を申し立てる資格があるものと考えているところでございます。井上君 まあ、いろいろ言いますけどね、こういう米軍の基地を作るための埋め立て工事なんていうのは、国しかできないわけですね、あげれないわけですよ。ですから、今、処分という点で同じだと言われましたけれども、えー、この防衛省が受けていた埋め立ての承認というのはです、ねえー、一つは一般主人ができないような米軍基地の建設に伴うものだということ。 もう一つは免許ではなくて、承認であって、都道府県の監督を受けないという、いずれも特別な地位なんですね、これは明らかに一般指人が立てない固有の資格になるんじゃないですか、72項にこれを使うことは違反するんじゃないですか、いかがですか、固有の資格じゃないというなら、この理由を示してください西田整備計画局長。お答え申ししし上げまま、えー、ますす繰りり返にながが防衛局が受けましたあ埋め立てのの撤回処分というのはこれは一般主人 ある事業者が埋め立ての免許について、えー、撤回処分を受けるのと同様に埋め立てを行うことができる法的地位を失うというもので、えー、権利利益一般市人が権利利益を害された場合と同様でありますので、えー、私どもとしてはこれは審査請求等を申し立てる資格があるものと考えているということでございます。井上聡さん。あの処分に当たるからですねこう,うの資格でない一般市人と同じだと言うんであればこの72個いらなくなるんですよ処分の中でも。 固有のの資格の場合は適用しなないという状況なんですね繰り返しますけれども、防衛省が受けたあの承認というのは、えーえー、一般指示のような免許とも違うし、しかも米軍基地を作るという、明らかに固有の立場なんですね、これ、乱用と言わなくちゃいけません。さらにですね、この行政福祉審査法が一条が定めた、この公正な手続きが、この問題で国交大臣に可能なの,かなのかということも問われております。 でそもそも国交大臣はですね、辺野古基地建設の閣決定に防衛大臣ともに署名をしております。から2015年の埋め立て承認取り消しへの不服申し立てに合わせて、県知事に国政の重大事故を判断する権限はないとして、県に代わって事務を行う大執行に向けた行政訴訟も起こしてるんですね。つまりこの工事において、防衛省の代役として訴訟まで行った、同じ立場なんですよ、およそ公正な手続きと言えません。 で実際ですねこの公有水面埋め立て法の4条2項では免許の条件として環境保全や災害防止を書いておりますけれども国交省が出した決定文書の中にはですねこのこと一切触れてないんですね沖縄県は、えー、承認撤回の理由として事前に実施設計や環境保全等に対する協議することなどを留意事項として義務付けたのに 産後の移植なしに着工するなど守られてないと、環境保全、災害防止に十分配慮という要件が満たされてないということで、撤回をしたのに、国交省のです、ね、決定文書にはこのこと全く触れてないんですよ。で書いてるのはです、ね、もっぱら普天までの騒音や日米外交などの防衛省の言い分を書いてるだけなんですね。こういう水面埋め立て法の所管の役所と言いながらです、ね、一番肝心の環境保全や災害防止に何の、 検討もせずに、効力停止を決定する、これで法律所管する国交大臣としての責任が持てるんですか、いでしょうか林水管理国土保全局次長。 お答えをいたします。えー、行政服審査請求につきましては、地方自治法上、法定住宅事務につきましては、えー、知事の処分であります埋め立て承認の撤回についての審査請求、これについては、一般知人でありましても、国の規範でありましても、えー、こういう水面埋め立てを所管しております国土交通大臣に対して、 行うこととされております。え、今般、沖縄防衛局から、審査請求及び執行停止の申し立てがございましたので、この行政副審査法上の審査庁として、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出されました署名の内容を検討させていただきました。で、その上で、行政副審査法第25条第4項におきましては、執行停止決定について、処分により生ずる重大な損害を避けるために、緊急の必要があると、 認めるときには、審査庁は執行停止をしなければならない。 とされておりますでそのために、行政副審査法上の審査庁として、この重大な損害を避けるために、緊急の必要があるのかどうかということを検討いた,いたしましたで。その際、事業者である沖縄防衛局からは、埋め立て工事を行うことができないという状態が継続することによって、埋め立て地の利用価値も含めた工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失、それに加えて普天間飛行場周辺に居住する住民の方たちが被る、航空機による事故等の危険性 生の直営や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるということのほか日米関係の信頼関係や同盟関係等にも影響を及ぼしかねないという外交防衛上の不利益が生ずるということがございましたでこ,こうしたことを踏まえて、えー、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときに該当するものと判断をいたしまして執行停止を決定をいたしました井上聡君申し合わせの事件 時間で終わりますけどね、今、あなたが言ったのは、沖縄防衛局が言ったことをそのままオウム返えしにしただけなんですよ、先ほど言いましたように、こういう水面埋め立て法では、環境保全とか災害防止を定めてるんですよ、法律所管する、ね、役所としては、この立場でちゃんと見なくちゃいけないのに、現にそういう環境破壊が進んでるということで、撤回をしたのに対して、それ全くやっていない時間が来てます本当に私はね、責任取られてますよ、こういうことはやめて、ですね違法な副審査は取り下げて、工事は中止をして、 沖縄県民の民意と真剣に向き合うよう、強く求めまして質問を終わります。